皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは特撮です。ご紹介するコーナーは、はい、まあ商品でありコーナーということですけども、ディアゴスティーニさんより発売されております700分の1統一スケール東方怪獣コレクションの第14巻の開封レビューということになります。本号で、このデストロイヤー完全体が完成ということになりますね。どうぞよろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、このシリーズですけども、私のチャンネルの中でもこのコーナーですかね、やはり視聴回数結構ね多くしていただいているというところで、やっぱりね皆さん関心がある商品ということなのかなと思うんですけども、まあ、なるべくねこう追加要素的なこともねお話ししながらできればなというところでは思ってやってるんですけども、あと並行してですね、対決シリーズということで、700分の1スケールの江戸城とのね、対決ということもやってますので、そちらの方も再生リストとかからご覧ください。さて、本日なんですが、前回ね、まあここができてですね、で、本日のその付属品といいましょう、商品ですかね、品物はどちらもパーツなんですけども、残されたこのこれですね、デストロイヤーの尻尾、そして、このデスゴジですね、のこの手ということで、ついているということになりましたね。さて、ではまあこのね、いよいよ完成形いってみたいと思いますが、これがね、なかなかこの尻尾だけでもすごいんですよ。これここですよ。いや、まあここにその尻尾をね常に置いてますけど、見てくださいこれ。これこうですからね。さあ、もうゴジラが、ショゴジが束になってかかってもどうなることやらっていうぐらいのサイズ感ですね。はい、ちなみにゴンタ君もいますけども、これ面白いですね。ゴジラが50メートルでこのサイズなんで、ゴンタ君はね、まあ、30メートル級のキャラクターというね、まあ、ことに、この中にいるとそうなりますね。はい、さて、でね、見たんですけど、まあ、中はこんな感じですね。で、まあ、このデストロイヤーのね、特徴であるこの甲羅のような皮膚というかね、感じ。で、塗装もね、結構多くされてるんじゃないかなと思うんですよね。で、これはその先ですね。うん。やっぱ重量感がすごいですよ。これだって、もうこの1個で障子を十分超えてる重さですからね。これ2個になり、さらにこのね、デストロイヤーの幼体の頃から特徴的なこの形、これね、うん、これがまたね、ゴジラジュニアですね、ゴジラジュニアをですね、もう引きずり倒すことになるこの、ことね、ゴジラでしたっけ、どっちかな、忘れちゃった、すいません、とにかくゴジラ親子をこの徹底的に痛めつけることになるこの尻尾ね、先端、はい、うん、さあ、じゃあ作ってみましょうかね。これがね、どうなるのかな、こうかな、こうですね。他のね方もおっしゃってたんですけどね、とにかく硬いんですよ。もう恐ろしく硬くて、これいいですね。この全く分かんないですね。うん、この組んでるね、組み上げてるところが、境がちょうどこの段差のところ、なんて言いますかね、境界線じゃなくて、うん、その差がうまく隠れてますね。さて、で、尻尾が来ますね。尻尾がね、尻尾も一応このはまる形にはしてくれてるようで、どの形かな、こうかな、こうですね、こうですね、はい、こんな感じです。どうですかこの大きさ、障子が何体いるんだろう。こうですよ。1、2、3、4体ぐらいいますよ。ということは、50メートルとして、およそこれだけで200メートルあるんですよね。しかもこれは、まっすぐ伸ばした時にはって話、もっと長くなるでしょうかね。どうなんでしょうかね。見た目としてね。さあ、じゃあ、入れますよ。ガシャコーンと。こうですからね。ちょっと硬すぎて、入らない。
っともうこのぐらいでやめときますね。さあこうなりました。うわすっごいこれすごいですよ。これ飾るの大変だな。後ろの空間がね、うん、でもこれはすごい。このやっぱこういうバッグ、この感じもかっこいいんじゃないですか。これほらこうですよ。おお、っていうことになりました。うお、私のこのマクガイバーの小部屋ではもう限界ギリギリのサイズ感ですね。こうですよ。これは勝てないな。いやーすごい。これね、前回までもお話したかと思うんですけど、パーツで見た時どうなっていくのかなーという感はあったんですけど、8割型組んだ時かな、7割8割組んだ時のこの見た目がねすごいなっていうところだったんですよ、出来がね。で最後この尻尾がやっぱりつくことでね、特徴なんで、このゴジラの尻尾が特徴でもあるように、デストロイヤーの尻尾もねやっぱ特徴なんですよね。そこがどうなるかなっていうところでしたけど、いやこれはいいんじゃないですか。価格的なことはねちょっとわからないですけど、いつもお伝えしますけど、私はその大怪獣シリーズとかね、ああいったものは全く持ってないので、ああいったもののその精巧さとかねいうことは分かりませんけど、いやーこれはすごいぞ。これが言えば書店で買えちゃうっていうことですからね。こうかな、こんな感じかな。ちょっと首がね、首の刺さりもちょっといろいろあるんですけど、これはもうちょっとなんとかドライヤーでやるのかな、分かりませんけどね。一応こういうことですね。はい、できました、デストロイヤー。さてで、で手ですね、こっち行きましょうかね。このデスゴジの手なわけですけど、これどうですか。これもね、もっと大きいかなというイメージがありましたけどね。でも700分の1にするとこういう感じなんですね。右と左かなっていうところで、だからこれだけでも小ゴジでこうですからね、サイズ感こうですよ。こうですよこれいかにこのデスゴジも大きいかっていうことですね。はい、ゴンタ君こうですよ。ゴンタ君ですよ。ゴンタ君ね、はい、ということになりました。さて、ではね、このサッシの方をちょっと行ってみましょうかね。サッシがね、これがね、今回デストロイヤーが長かったんで、何をどう特集するのかなと思ったらね、こう来ましたよ。ピンナップがね、ジュニアとデストロイヤーの対決を入れてくれたんですよ。これね、かっこいい。なかなかないんで、やっぱりね、ピックアップとしてね。そしてデストロイヤーの話がまた追加であるんですが、中身はやっぱりジュニアのことがね、切り口としては多い記事でした。そして、画面揺れました。すいません。そして、こうですね、映像の舞台裏、ビハインド・ザ・ムービーはですね、このゴジラが、一応最終作、一旦の最終作となりましたんで、ゴジラを永遠なれ、多彩なキャンペーン、イベントの数々ですね。作品名、ゴジラ VS デストロイヤー1995。本作の公開にあたって開催された東方サイドやゴジラファンによる様々なキャンペーンやタイアップイベントについて振り返るということでね。覚えてますよ、これね。すごく印象的だったんでね、これ覚えてますね。そして、あとはですね、記事としてはこれですね。東方特撮映画誌、つぶらや英字伝ボリューム5ということで、バラエティ豊かな東方特撮映画を創出、ゴジラから日本誕生までということですね。まあ、ある意味黄金期ですよね。そして、このデストロイヤーに、完全体ができましたということで、茨城さんのお話が載ってるわけですが、その読んだところではやはりこのサイズ感もあるし、さらにそもそもデストロイヤーがこの何ですかね、着ぐるみというか、あのサイズ感でも非常にその情報量が多い、こういった突起があったり胸のことがあったりこういった部分があったりとかね、顔の一つにしてもね、だからそのたくさんの情報量があるものを今回しかもこのサイズ感で収める、落とし込むというところが資料集めの段階からやっぱ大変だったということでおっしゃってましたね。さて、というわけでこれでデストロイヤーが完結となりまして、
並行していきました。このデスゴジ次回第3のパーツが来るということですね。胴体と、胴体と顔は一緒になってるんですかね。そして、両足が来るのかな。だから残すところ16号で尻尾が来るわけですけど、で、まあ、第3セットが27日に来ると。そして、次の16号はですね、3月12日発売はこれが来ますよ。まあラインナップがね、だいぶ出ましたよね。4ヶ月か5ヶ月分のやつが新たに出たんで、それもなかなかのラインナップで面白いんですけど、で、ゴジラの逆襲、逆ゴジのこの初代アンギラスが登場で、これが分割だったんですよね。あ、さっきの言い方、分割パーツですよ。分割線の話言いたかったですね。これがですね、アンギラスはどうも2回で完成ということのようです。で、ちょっとね、身長どうかなと思ったんですよ。というのは、初ゴジと一緒で50メートル、ゴジラが50メートルで、アンギラス分割にする必要あるのかなと思ったんですけど、これね、これでちょっと大きさを見てみたんですよね。そうすると、ここですよ。逆ゴジのゴジラは50メートルなんですけど、アンギラスね、まあ、尻尾までっていう意味で長いんでしょうけど、60メートルあったんですよね。だから、まあ、尻尾の部分も含めての分割というところはどうもあるようで、アンギラス、逆ゴジのアンギラスは、分割で、2号で完成ということになるようですね。はい。というわけで、こちらも楽しみですけどもね。まあ、早くね、このデスゴジ対、デストロイヤーのツーショット行きたいなと思うところですけどね。はい、またあの2号楽しみというところになりますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ今後ともという感じで60種類以上続くということですけどもね、どこまでどういくのか、まあ、やっぱり前も言いましたけど、とにかく私はあのドゴラがね、そのなんですかね、フィギュア化されるのかが非常に興味がありますね。はい、やっぱりドゴラをね見たい。どうするんだろうっていうね、というところが非常に興味がありますけどね。さあ、というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン、またチャンネル登録、継続視聴、お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。